では続けましょう。で、次の文法はこちらです。もうさることながら。で、例文からもわかるように、そう、文中表現、我们文中表达方式。さて、前後関係はどっちでしょうか？順、逆、我们顺に回应接呢？では、やっぱり例文から。1、子供の心を傷つける要因としては、いじめの問題もさることながら、不安定な社会そのものの影響も無視できない。つまり、いじめの問題も無視できない。当然、欺負問題不容忽視。不安定な社会そのものの影響も無視できない。で、不安定な社会本身の因素更不容忽視。因为导致小朋友受伤有两个原因，一是我们的いじめの問題，我们会说，不安定な社会そのものの影響。那么如果说这句话有侧重点，重点在于我们的所外，这个不安定的社会的影响更大。次，あの作家の作品は若い頃の作品もさることながら、老年期に入ってからのものも実に素晴らしいです。あ、それは什么呢？で、年轻時の作品当然好。で、老年期之後写的作品更棒。あ、是後半句更棒。所以一定是好、更好、棒、更棒。所以它是一个順位、一个順序的表达方式。次、最近は世界の政治や宗教の問題もさることながら、人権問題も多くの人の注目を集めている。当然、世界、政治、宗教問題、自不必須、人権問題、也受了很多人的注目。で、どの感じで読むのもさることながら、見せてます。附加。反対語。X 不能忽视 ，X 依然一词这种感觉呢？对，因为这个词为么，所以按词接续就不了，没是接名词。它两把一起吧，对，问题，你把少求心，三把问题接接名词。再我们再看后半句也有特点，一起吧。も無視できない。2番も素晴らしい。あと3番も注目を集めています。最後半句は全部だ。も最後半句全部だ。さえすらまで。而且我们刚才讲过，如果有侧重点的话，重点在于我们的后半句，因为もさることながら，さる就是我们的さる然，ながら就是我们的が，所以さる就是さよならだ。さる就是 X もそうですか ，X 也是那样 ，X 依然 ，Y 亦 Y 更的意思。ではまとめましょう。つまり X も無視できないが、後のこれからも別に X 自然不容忽視 Y 更的意思。对，同样表示我们的附加递进的句，还有我们的 X 哇走哇摩奇隆哇摩托有理，啊对，哇。愚か。それからは言うまでもなく、あとは
由你我有八字。哇，一瓦子，莫看呐。诶，我没吃喽，我没听你，我好老卡，我有马达木纳克，我有尿要八字，我一瓦子莫看呐，特别什么的，X 字不必说，Y 也 Y 更，后面你都喜欢后面的，别是强烈的句型，莫，塞，斯拉，马得相呼应。哎，小朋友们，小呢？走哦，我没吃肉，我没特例，我好老卡，我有没得没得去，我有没有要把吃，阿头啊，我有把吃没看呐？为什么的？副驾啊。嘛，现在副驾肯定是褒义加褒义，反之贬义加贬义，过去有可能噻。但是给我们喜欢的本马斯有给我们的句号，字你好看来也少呢哦。では、例文1。このチームに弱いところがあれば、相手チームはそこを攻めずに置かないだろう。攻めますか？攻めるでしょう、きっと。一定会攻击なれば、一定会。Yes。因为字为否定，那为否定，所以构成了双重否定，是吗的？Yes。で、あの刑事さんはこの殺人事件の殺で犯人を逮捕しないでおかないと言っている。じゃあその事件の犯人を逮捕しますか？逮捕する、必ず。一定要将犯人缉拿归案。次、マナーが悪い人を罰しないでおかない。一定要严惩那些恶人。所以我们可以发现我们的。知你我可奈，或者奈得我可奈，不仅表 yes，而且还说了强烈的意志，比如 I must，我一定要。那继续知就是什么呢？奈。だから一、ね、責める、責めない、責めず。あとは逮捕しない、逮捕せず。注意这三种字呢，用せず。あとは。罰しない、罰せず。ではまとめましょう。図に置かない、つまり、死なれおくということは許さない。ね。不能不做某事、括号、必须要做。必ず、一定要做。という話との強い気持ち、意欲、方針があるときの言い方です。所以呢，知你瓦卡奈和我们前不久学过的知你瓦斯玛奈相对比的话，知你瓦卡奈是一个积极的句型，I must，我一定要。而知你瓦斯玛奈则是说话处于一个很消极的地位，I have to do，我不得不，积极的。消极的、主动的、被动的，わかるかな？那我们看这里，比如说，对，刑事は、对，警察说的，一定要将犯人缉拿归案。对，如果你站到犯人角度的话，犯人一定会被逮捕吧？那就没得，逮捕されずには、すまないでしょう。逮捕しなでは置かない。逮捕されずには済まないでしょう。いいですか？積極的、消極的、主動、被動。で、自尿置かない、还可以表示一个让某人产生某种感情、多情的自发態。例えばこちらです。ね、あの犬を描いた映画は、見る人を感動させずには置かない。という意味だ。伝え、感動させる意味だ。此意态一定会让观众感动吧，一定会感动观众吧。看到啥子希望，我看那一打喽。
如果你表示对，我看到那部电影，我感动，我不由得感动，这样。私は、で、その映画に感動せ、次には、いられなかった。感動せずにはいらない。那边是个我不由得感动。最注意是私は。而最注意是あの映画は、那部电影一定会打动观众。所以一个是我自发用自にはいられない。一个是让别人自发去用的。さてずにはおかない。では2番、現在の会長と社長の争いは会社全体を巻き込まないでは置かないだろう。一定会让整个公司卷入进去吧。3番、彼のやり方は他の人に不信感を抱かせずには置かないだろう。他的做法一定会让别人感到怀疑吧。抱く、抱かせる、这是什么的？是仪态。再同意，如果表示我对他的做法经不住感到怀疑，再用私は。彼のやり方に不信感を抱か。次には、いられない。抱く、这变成否定式。抱かず、抱かずにはいられない。我不由得对他的做法感到怀疑。注意是私は。我们的句式是彼のやり方は、他的做法。禁不住让人感到怀疑，所以这于是用我们的"知你我看到"，还是用"知你我依然来"，看是谁做主，我做主，那用我们的"知你我依然来"，如果是他做主，他让我，这用我们的"啥在知你我我看来"，いいですか？つまりそのような事態や行動が非行される、という意味です。で、意志は気持ちを表す言葉とともに使って、自然にそのような気持ちになるという言い方です。而且都表示一个自发的、不予的、让人喜怒哀乐担心等等。另外注意，他希望这么的是仪态，所以说什么的？でさせないでは。いられない。あるいは、させずにはいられない。不予的让，一定让，这种感觉在里面，いいですか？后面再总结三个句型的区别。你哇，我看那一定要，一定让，这你哇什么那一，不得不，不成不行。这你哇那那些别是一个，小孩子自发不由得。积极的、消极的，自发态。对吧？这个。
けの文法です。を抜くにして、我们的文章表現。では、前後関係なんでしょう。1、交通機関の管理は乗客の安全を抜くにして、論じることはできない。確かに。つまり、乗客の安全がなければ、論じることはできない。如果不考虑乘客安全的话，就无从谈起。で、今日は硬い話を抜くにして、気楽に楽しく飲みましょうね。今天我们不谈工作，ね、只喝酒。つまり、硬い話しないで、気楽に、轻松放松、楽しく飲みましょう。今日はブレイコです。今天是ブレイコ。这可能不太酷，也叫不拘上下级礼节。那次，政治の問題を抜くにして、とにかく集まろうということだった。So, 今天只是呢私人见面，政治の問題しない。对，不谈政治，只是稍微嘛私人之间聚一聚。次，冗談を抜くにして、もっと真面目に考えてくださいよ。つまり。冗談は抜くにして、冗談しないで、冗談言わないで、不要開玩笑な。で、それを抜くにして、つまり、without 表示一個非附帶的意思。不附帶、不考慮什麼的情況下。那副词含まれるもの、当然あるものを加えずに、平时应该含有、应该考虑中的，这次不考虑、不含有，这种感觉我们来，を抜くにして。那可以使用は抜くにして。まあ不管是を还是は，都是可以看为一个助词，尤其是を是个格助词，所以前面我们来名词。但后半句当然就我们来，飲んじる、飲みます、集まる、考える。So, 前接名词，后接动词。那次给与之相似片的を抜くにしては，如果加上は的话，则暗示为我们的假定的意思，构成我们的如果不，什么 if not。如果不把什么考虑在内的话，括号就不能。请看后半句。一、料理の上手な山田さんを抜くにして、パーティーは開けません。つまり、料理の上手な山田さんがいなければ、料理パーティーは開くことはできません。あとは、アインシュタインの一生は、音楽との関係を抜くにしては語ることができない。そうですか？如果没有和音乐的缘分的话，アインシュタインの一生就无从谈起。なんか考えるのかな？この国の将来は観光地区の発展を抜くにしてありえない。つまり観光地区の発展がなければ、将来はないない、絶対ない。不可能有将来。所以我们可以通过例句发现，を抜くにしては强调什么的假定的句型，强调如果不就不能。正因为如此，所以后半句也是用我们的否定词。一番開けません。二番語ることができません。三番ありえません。有请问全部的看到没 ？If not X, cannot Y。如果不 X 就不能 Y。这种感觉用を抜くにしては。つまりそのことを考えに入れないと後のことからの実現が難しい。如果不考虑前因的话，后项就很难实现。だからその後にはすることができない難しいという否定的な意味の文が来る。所以后面请问句目的，
難しいできない等表达方式，いいですか？也可以省略成哦，努克尼瓦，它省略什么的？努克尼瓦，努克雷瓦。这边是同意是吗？If not。お、ぬくにしては、お、ぬくには、ぬくには、ぬきでは、とびさ、if not、如果不です。では次、べく。べく、はそむだ、文中表現。文中表現方式。所以、我们同样考虑一下前后关系。中、そのともきゃく。1、一言をするキースさんにわからなければ、ゆうべく、彼のマンションを訪れた。つまり、別れの言葉を言うために、为了向他告别、去他的住址。但是、彼はすでに出発したとでした。可是、去晚了一步、某某已经出发了。所以我们的别克就等于出去的他没你变成两个字，目的、目的。次、彼女は新しい気持ちで再出発するべく、つまり再出発するために、で、長野県の山荘に引っ越してきた。で、为了重新开始。で、搬到乡下。次、田中氏は記者会見に向かうべく、为了参加記者招待会、上着を着て早出ました。あの次、ラムさんを迎えるべく空港まで行ったが、会えなかった。で、俺、迎接ラムさん、我特意去趟机场、但是、残念ながら会えなかった。那么再总结、べく表示两个字、目的。再看接续、1番、言うべく。で、2番、するべく。あと3番は、向かうべく。4番、向かるべく。这就是动词的及时 OK 词素形。我们的后半句呢？一番，我訪れた。二番，引っ越していた。三番，部屋を出ました。四番，空港まで行きました。没错，我们可以发现。北库的后半句只喜欢前面的陈述句，而且多接已发生的事情。对吧？こちらご覧ください。で、北区つまり、ある目的を持って、以某种目的、そうする、做の模式。という時に使います。その意味だ。为了 X 而做了 Y。硬い表現ではあるが、現代語でも使われる。まあ、因为是我们的北西、文言文北西的一个引申、所以受此影响。为我们的书面语呢。次、それからご注意。その後の文には、依頼、命令、働きかけの文は来ない。後半句、不接依頼、也不接我们的ください。也不接我们的命令、しろ、しなさい。也不接働きかけの文、しましょう。它只接不了陈述句，用了只陈不起，记得是吧？那前接路西，当时的 back 可以变成 back，后接不了陈述句。那如果硬要表示，为了及格而努力吧，네，合格するべく頑張ってください。这是不成立的呢。で、我们只能用初期的、合格するために頑張ってください。合格できるように頑張ってください。合格するために、あるいは合格できるようにだったら OK。いいですか？用なべく、直接の陈述句。合格するべく、頑張っていますだったら言えます。对吧？这样呢，自惭不起。
いいですか？では、今日はこの辺で。では、また後ほど。